杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。皆さんこんばんは、小野健翔です。美と健康の両面からあなたの生活にビビビッと刺激を与えるラジオ番組、今回も始まりました。はい、ということで8月2日ですね。いや、世間はね、オリンピックで盛り上がっていますが、ビビビはゲスト会で盛り上がっていきたいなと、はい、思っております。ということでね、早速登場してもらいましょう。ご挨拶よろしくお願いします。皆さん、ビビビ朝倉ももです。お邪魔します。いらっしゃいませ。ようこそ。ありがとうございます。ようこそ美と健康の世界へ。すごい。なんかもうとってもハードルの高いラジオ番組です。まあ結構やっぱね、はい、美意識というか、生活の質をやっぱ高めていきたいなっていう、はい、はい、ラジオ番組なんで。あ、じゃあもうかなり気をつけられてるってことですね。あ、そうですね。まあそうですね。決してラジオでそのラーメンの話ばっかりしてるわけではなくて。決して。あ、そうなんですね。ただまあゲストのね、まあ、今回はモチョに来ていただきましたけども、はい、ちょっとゲストが来た時にはやっぱりちょっとそういうなんか気をつけてあることとか、はい、そういうのはまあちょっと参考程度に。やるとは、ちょっと聞きたいなっていう。わかりました。はい、ところなんですけども、はい、まあね、僕とどういう関係なのかとか、まあそこら辺はね、この後詳しく聞いていきたいと思いますので、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに、杉薬局の提供でお送りします。杉薬局プレゼンツ小野健翔のビビビ。改めまして、小野健翔と朝倉ももです。はい、よろしくお願いしま す。ということでいろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まあお久しぶりではあるよね。そうですね、お久しぶりですね。うん、4月にイベント、僕らのメールプロトコルのイベントでぷよぷよをした、ぷよぷよをしてね、あの惨敗してちょっとね、はい、終わりましたね。ボコボコにしちゃいましたからね。あれ以来ゲームはやってる？やってないですね。まあね、なかなかやっぱりこう機械も持ってないんですよ。だからこう、あ、そのたなんか なんかデバイスというかね、そうです、本体みたいなものもしか持ってなくって、結構私の生活から縁遠いものではあったので。いいですね。え、いいですよってなってくると、やっぱりその美と健康が近くにあるっていうことになってきますよね。あ、まあまあでもつまり、まあ、確かに睡眠とか削ってね、削られちゃうじゃないですか、うん、やっぱ浜、はいはい、熱中しすぎて、はいはい、健翔さんどうです？寝てますか？寝てません。ね、だからお忙しいのに加えて、うん、やっぱゲームってね。そうなんだよね、時間もう本当に必要最低限の時間しか寝てないかも。ちなみに平均の睡眠時間ってどれぐらいなの？平均はでも、まあ、5時間ぐらいかな、5、6時間ぐらい。まあ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 、うん、本当はね8時間寝たいんだけど、はい、ああ、まあそうですよね、うん、それぐらい寝られたら、うん、そうなんだよね。でももうその3時間はやっぱゲームなんだよね。あ、そうなっちゃうんだよね。うん、こればっかりはね、ちょっとそのメンタルコントロール的に、あ、まあそうですよね、ストレス溜めるのも、うん、あの良くないって言いますしね、肌とか健康とか。あー、ね、ね、そうなんだよ。だからストレスフリーが、ストレスがないのが一番ですもんね。うん、そう、これもやっぱりね、美と健康に、美の話につながってくるんで、美と健康のためにゲームしてるってことですもんね。うん、そうそうそう、全ては、なるほどなるほど、全てはつながっています。なるほど。そうで、まあ、そのさっき話題に出た僕らのアメイルプロトコルというのでね、はい、我々は兄弟役をさせていただいて、はい、それがまあ初めましてじゃないんだけど、はい、ちょこちょこ多分お会いしたことあったんですけど、うんうんうん、なんかあの人がいっぱいいるところでいつもお会いしてたから、うんうん、なかなか話すっていうことがなかったんですよ。で、今、まあ、こういう
ご時世もあって、うん、収録の時基本的にこう少人数で撮ってたので、うん、あのまあ、兄弟ということで、うん、賢章さんと私で撮ることも、うん、2人で撮ることも多かったので、うん、その時になんかじっくり話したっていう形ですかね。それで福岡というか、うん、九州出身っていうのをね、あ、ねえ、そうなのみたいな話して、ね、話しましたよね、うん、ちょうどその年末近くに収録してたから、はい、どうするの帰るのみたいなね話で盛り上がったりとか、そうですね、うんうん、そうだそうだ、年末年始の予定みたいなのを聞いて、うんうん、そうだそうだ、そうでした、はい、さあそしてこの番組はですね、はい、美と健康がテーマということで、うん、はい、何かされてますか？でもなんかすごいその、はい、僕の勝手なイメージだけど、はい、もちょはすごいその美容とかにすごい気使ってるのかなっていうような印象があったりとかして、実際 どうなんですか？そんなになんか極端ですね、うん、好きなことは続けられるんですけど、はあはあ、嫌いなこととか続かないので、はあはあ、あの例えばこうスキンケアとかは結構好きなんですけど、うん、あのなので好きなので続けられるんですけど、うん、例えばこうメイクとか、うん、運動とか、うん、続けるの結構きついですね。あ、そうなんだ。あと食べるのも好きなので、うん、こう自分が今食べたいものを絶対に食べたいので、あ、最高わかる、うん、なので、うん、その健康に気を使って、うん、なんかちょっと質素なご飯とか、うん、そんないつ死ぬかわからないのにおうおうおう、なるほどね、できないんですよね。あのその麺をこんにゃく麺に変えるとか、あ、絶対せっかくその一食ね、うんうん、とか思っちゃうので、はい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 、できないですね。あ、そうなんだ、はい、これだけは気をつけてるみたいなことってあったりするの、その中でも。あー、365日、はいはい、日焼け止め塗るっていうのは、はい、もう中学校とかからしてますね。あー、はい、だからもうやっぱりそのね、お肌の綺麗な保っているわけですね。いやー、もう怒られましたよ僕は。あ、今年、怒られた、はい、今年になって初めて日焼け止めっちゅうものに34年生きてきて、ノー日焼け止めですか？ノー日焼け止めでした今まで。プライベートはね、特にそのなんか、ああそのうん、やってもらう時とかはあ、まあ塗ってもらったりとかしてたけど、プライベートで持ったことなかったから。賢章さん、それダメです。もうダメですか、やっぱり。はい、あのもう終わりました。終わりました、終わりました僕の肌は。でも大丈夫です、まだ間に合うので。まだ間に合います。いやでもダメですよ、もう見えないところで溜まるんでしょ。溜まってて、なんかもう蓄積なので、ね、蓄積で、それがいつ出てくるか分かんないんでしょ。それが怖いんですよ、ね、貯金しとかないと。うわ、そうだよね。 それ中学生で気づくってすごくない？でも、あ、まあ、でもきっかけはその小学校の時に、うん、あの日に当たって、うん、だからすごく痒くなっちゃったのがきっかけで、うんうんうん、あのそういう思いをもうしたくないっていうところから、うんうん、今より中学校の時の方がすごかったです、あの気をつけ具合というか。なんかその紫外線にちょっと肌が弱いみたいな感じだったのかな。そうですね、多分こう体質の変化とかもあってなんですけど、うん、もういつどこで何時に日陰ができるからそこを通って通学するとか、うん、毎日塗るのはもちろん制服の上から長袖着て日傘さして投稿してましたね。すごい、もうめっちゃ気つけてるじゃん。中学校の時はすごかったですね。そうなんだ、はい、そしてなんか先日誕生日を迎えられたそうで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかそれをきっかけに健康になんか気を使い始めたことがある。はい、お、何でしょう。まあ、健康に気を使おうと思って、はい、うん、あの夜散歩、夜、あ、はい、家の周りとかをウォーキングしたりとか、ちょっと走ったりとかして続いてたんですけど、うん、けど私6月の25日が誕生日なんですよ、うんうん、で6月の末ぐらいからその始めて、うん、じゃあもう、1ヶ月ぐらいだ、はい、1ヶ月、そうですね、1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、まあ、ちょっと今年7月の頭とぐらいからもう猛暑、暑くて、はいはいはい、
まあ、終了します、ね。まあ夜でもねちょっと暑いもんね、ムシムシするしね、ちょっと誤算でしたね、うん、こんな早く暑くなると思ってなかったので、始める時期も良くなかったのか。そうだよね。でも、うん、その6月末誕生日で、はい、誕生日きっかけに何か始めようって、そのアウトドア系だと、はい、結構厳しいかもね。暑くなってきて。そうですよね、うん、何かしたいってなっても、うんうんうん、ちなみになんか今興味あるものとかあるの？そういうなんかそういう健康系で、ストレッチとかヨガとか。ああ気になってるものというか、今通ってたり、うん、もう現在進行形なんですけど、あの筋膜リリースが大好きというかハマって結構通ってるんですけど、いろんなところ、それってなんかあれだよね、そのストレッチの結構、はい、ガツガツやる版みたいな。そうですね、あの骨と筋肉の間にあるこの筋膜っていうのがあって、うんうんうん、それがこうなんか一緒の体勢とかだとこう癒着してっちゃうので、うんうんうん、それがこう肩こりとかそういうのの原因、凝り、はいはい、の原因になるから、それを力技で剥がすっていう、はいはいはい、剥がしてもらうっていう剥がしてもらうっていうので、はい、あの私肩こりひどいんですけど、うん、あのその肩甲骨の間に肘をこうガッて入れてもらって、うん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 、無理やり剥がしてもらってるんですけど、ブチブチって本当に剥がれる音が聞こえて、爽快なんですよ。痛いんですけど、 それはもうやってほしいですね、スッキリ感とその爽快感みたいな。いいですね。それ月1ぐらいで行くの？週1ぐらい？最初は、うん、あの週1ぐらいで通って、こまめに行った方がいいんだ、うんうん、で1ヶ月半ぐらい過ぎたら、うん、あのまあ、月3週間に1回ぐらいメンテナンスな感じで、はい、そうですね、うわ楽しそう。ブチブチって言うんだ。ブチブチって言いましたね、結構そのやってもらう場所とかにもよるんですけど、うん、結構そのなんか猫背っていうか巻き型みたいな感じなの？あ、巻き型なのかな。ちなみに俺は、うん、あのマッサージに行った時に、はい、私7年間あのここに勤めてますけど、うん、今まで見た中で一番綺麗な方ですって言われました。あ、じゃあこの間コリとかがない。いや、ね、うん、そうかもね。あんまりないかも、肩こりは、うん、あ、じゃあ言ってももしかしたらブチって聞こえないかもしれないですね。でもね、でもやっぱ女性は肩こりやすいって言うもんね。あとなんかこう言われるのがこう、うん、力入っちゃうみたいで、その常にもう、はい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 、なんかリラックスできてないみたいな、うんうんうん、それが原因とは言われますけど。なるほどね。難しいですよ ね、人それぞれだもんね。うん、わ、ちょっと気になるな、それいただきます。ちょっと調べてみようかな。筋膜リリース、あの気になったね、皆さんもぜひちょっと検索してみてください。ぜひ、はい。まあ、そんなモチョですが、はい、8月21日に4枚目フォースアルバムですね、はい、シュシュの発売が決定しておりますということで、おめでとうございます。ありがとうございます。4枚目ですか。なんかいつの間にか4枚目になってましたね、はい、うん、今回はそのどんなアルバムになりそうですか。本当にこうあの、うん、自分の好きな曲たちを集めたアルバムになったので、うん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 、幅の広い一枚になったんじゃないかなと思います、なるほどね、はい、このシュシュっていうのは、はい、ちなみにどういう意味だったりするんですか。フランス語でお気に入りっていう意味があって、うん、あ、じゃあもう本当に本当にお気に入りの曲とかやりたい、うん、今やりたい曲みたいなのを集めたっていう、うん、じゃあ本当にバラエティ豊かな感じなんだ。はい、そうですね。いいな、楽しそうですね。そのなんか一枚でいろんなモチョが聴けるわけだ、うんうん、はい、聴けます。そしてなんか本日8月2日にトラックリストが公開されているはずということで、はい、まあ、タイトルだけを見てどんな曲かっていうのを想像するのが、まあ、今一番楽しい時期かななんて思ったりしますけども、ね、タイトルとかも自分で考えたりとかするんですか。タイトルは基本的にその作家さんが考えてくださったりするんですけど、うんうん、その曲の内容とかはどういう、うん、あのストーリーでどういう主人公像でみたいな細かい発注は私から寄せていただいてます。そうなんだ、すごい、はい、じゃあもうどの曲も結構思い入れが、はい、 あります。作詞とかはしないの？しないです。よく言われるんですよ、そのファンの皆さん
もそうですけど、こう周りのスタッフさんとかから言われるんですけど、うん、私伝えたいこととかないんですよ。なんか自分の思いを言う、まあね、アーティストはね、伝える方とかもいると思うんですけど、私は基本的に、少女漫画的な、私の好きなんですけど、少女漫画が、好きな世界観をお届けするっていう軸でやってるので、自分というよりは、なんか自分書いていただいて、私が一回こう、キュンってキュンキュンして、それをお届けするみたいな、こんなキュンがあるよみたいな、みたいな形が理想なので、なるほどね。まあ、いつかあるかもしれないですけど、基本的にはまだ考えてないですね。まあね、そう、やっぱモチョにね、伝えたいことがないかったらね、まあ、もう書かなくてもいいよね、別にね。そうですよね、そうなんですよね。鬱憤とかがあんまないので。俺もなんか一回書いてみたけど、あ、そうなんですね。すごい昔ね、一回書いてみたんだけど、恥ずかしすぎて。聞きます。いや、やめて、本当にやめてほしい。はい、さあ、そして、はい、リード曲遊び中、はいはい、こちらはどんな楽曲になってますか？はい、これは、私がファンタジー感のある、ちょっとこうつかみどころのない、でもストリングスが好きなので、こうストリングスが綺麗な曲がやりたいっていうところから始まって、で、もうまさにそのままの曲になったという感じです。じゃあもう テーマはもうストリングスだ。そうですね。あ、なるほど。あとはちょっとこうファンタジー感、ファンタジーがあって、はい、という感じです。そんな遊び中の MV は来週の8月9日に公開予定ということで、はい、そしてその次の日ですね、8月10日に先行リリースされますので、皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。そして、9月14日からはライブツアーも、うわー、決定してるということで、タイトルは、ローソンプレゼンツ朝倉ももライブツアー2024シュシュ、はい、このアルバムのライブツアーですよね。そうです。なるほど、2年ぶりのライブツアーを、はい、させていただきます。神戸を皮切りに愛知、福岡、神奈川、東京を回るということで、はい、先日セットリストも決めたので、楽しみにしててほしいです。いいですね。わ、楽しみですね。はい、はい、ということで、モチョのフォースアルバムシュシュは、8月21日発売です。皆さんぜひチェックよろしくお願いします。それではここで1曲をお届けしたいと思いますが、曲紹介よろしくお願いします。はい、朝倉ももで遊び中。お届けしましたのは朝倉ももさんで遊び中でした。めっちゃええやん。ありがとうございます。なんか言ってること分かったわ。そのなんかそのキュンを、そのキュンの世界観をこう、はい、お伝えしたいみたいなこと言ってたのが分かった。すごい、 ありがとうございます。なんかキュンってした。あ、うん、嬉しいです。いや、恋しちゃうね、こんなの。聞いたら恋しちゃうよ、みんな。キュンキュンしちゃう。ありがとうございました。さあ、それではね、皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。はい、福地さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンショウさん、ゲストの朝倉ももさん、こんばんは。こんばんは。ケンショウさんとモチョは4月に行われたアニメ僕らのアメイロプロトコルのイベントに出演されていましたね。私は初めて最前列で参加し、間近で美しいお二人方を拝見できて大変貴重な経験ができました。 ありがとうございます。イベントでは、ももさんが改めて賢章さんに福岡の牧野うどんがどこにあってどんなに素晴らしいかを解説されていましたが、賢章さんなんと福岡県出身だそうです。ひょっとしてモチョに言われるまでもなく、賢章さんはすでに牧野うどんをご存知だったのではないでしょうか、と。ご安心ください、知りませんでした。はい、牧野うどん語ってたっけ。私も全然記憶にない。結構さ、その後のぷよぷよで盛り上がったから、はい、そっちに持ってかれちゃったのかもしれないね。そうですよね。牧野うどん、じゃあちょっと改めてどんなに素晴らしいか。僕ね、出身なんだけど、はい、って言ってるんだけど、はい、まあ、詳しく言うと出生地で、親戚は福岡にいるんですけど、はい、住んだことがなくて、そんなに詳しくはないんですよね。そう1年に1回とか行かれてるんですか。いや、もうでもね、ほんともう何年も帰ってないってぐらい。その学生時代はそのみんなで、家族で行って、おじいちゃんおばあちゃん家に泊まるみたいなことは
はあったけど、やっぱちょっと大人になってからねなかなか行く機会なくて。あ、そうですよね、意外と遠いですしね。まあそうなんだよね。やっぱ牧野うどんですか。牧野うどんですね。あの牧野うどん大好きなうどん屋さんなんですけど、あのな麺、あ、何が美味しいんだろう。本当にスープも麺も美味しくて、あの福岡ならではの、あのさぬきみたいじゃないこのもちっとしたうどん、噛みやすいうどんの、麺も美味しいですし、あのスープのあの透き通った、でも奥深いあの味が大好きなんですよね。いや、わかりますよ。いや、あの量も多くて満足感もあるので、私は大好きですね。はあ、なるほどね。はい、ぜひ。それ福岡は結構どこにでもある感じな。割と店舗数はあります。そうなんだ、はい、次帰ったら行ってみようかな。ぜひ。トッピングはおすすめのトッピング。わあ悩む。あ、いっぱいあって悩む。あの私がよくやってるやつは、しめじ、しめじ、おぼろ昆布、おぼろ昆布、ごぼう天。あ、ごぼう天は、この3つをトッピングして、あの食べてるんですけど、あの博多駅のバスターミナル店に行くと、あの券売機なんですよ、で私が多分それをが好きって言いすぎて、みんなが行きすぎて、あのももちゃんセットっていう、あの券売機の押すところがなんかできたみたいで、私まだ見てないんですけど、ファンの方に教えていただいて、なので博多バスターミナル店に行ったら、マジかよ、あのももちゃんセット押したら多分それが出てきます。うわそんなのあるの、すごい。すめっちゃ嬉しいね。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。本当にそうなんだ、はい。わ、ジローでも作ってくんねえかな、ケンちゃんセットうわうわ、ちょっとそれは食べてみたいな。もう福岡ね住んでる方はちょっと行ってみてください、ぜひぜひ。ももちゃんセットね、はい、はい、食べてみてください。はい、すいません。ということでここまでです。皆さんたくさんメッセージありがとうございました。さて、ここで杉薬局からのお知らせです。皆さん最近青魚って食べてますか？青魚には体の中でほとんど作られない必須脂肪酸の一つ、オメガ3系脂肪酸の EPA がたくさん含まれています。この EPA には中性脂肪の低下を助け、記憶力の維持を助ける機能があります。杉薬局ではこの EPA と DHA を濃縮精製した機能性表示食品、エッセレクト EPA&DHA 1000mg プレミアムを発売しています。最近中性脂肪が落ちにくくなってきたなとか、うっかり忘れ物をしちゃうことが多いなって思っている方にとってもおすすめです。しかも飲みやすい植物性ソフトカプセルなので、飲んだ後の息も魚臭くなりません。最近お肉中心で青魚食べてないなという方、エッセレクトの EPA&DHA 1000mg プレミアムをぜひお試しください。以上、杉薬局からのお知らせでした。お送りしてきました杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は文化放送 A&G 公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信もあります。毎週土曜17時に更新予定ですので、ぜひチェックしてください。そしてもちゃからもお知らせお願いいたします。はい、フォースアルバムシュシュが8月21日に発売されます。そして9月14日からライブツアーも開催します。そして文化放送で毎週土曜深夜2時よりももそらシーナートーキングボックス放送中です。トライセールの3人が週替わりでお届けしていますが、明日は私の担当会ですので、ぜひぜひお聞きください。お願いします。はい、ということで、あっという間でしたけども、はい、どうでしたか。いや、もう楽しかったです本当ですか。はい、あ、よかった。日焼け止めの大事さをすいません、あのさ、だってこの収録始まる前にその話をさ、はい、したらびっくりするぐらい大声だったもんねって言ってたもんねいや、本当に大事なんですよそうだよね。何はともあれです。まずは日焼け止めです。そうだよ。僕だけじゃないでしょ塗ったことないっていう人でも多いんですかね。どうなんだろう。わかんない。
まあ女性はさすがに塗ってるかもしれないけど、男性はね、聞いてる男性諸君は塗ってない方もいるんじゃないかなって、はい、なるほど。だからもうちょからちょっとその塗りなさいよっていうのをね、はい、最後、はい、きつく言ってもらって今週はお別れにしようかなはあ、なるほど、うん、思います、うん、みんな塗りなさいありがとう、はい、またぜひ、はい、遊びに来てください。ぜひぜひ、はい、ということでそろそろお別れのお時間です。この時間のお相手は小野賢章と朝倉桃でした。せーの、ビビビ。杉薬局プレゼンツ小野賢章のビビビ。この番組はもっと近くにずっと頼りに杉薬局の提供でお送りしました。